陽光館庭園用広島館庭園は福井県福井市宝永山丁目にある日本庭園。国の名称に指定されている。陽光館庭園は福井市の中心部にあり、福井城本丸の北約400メートルの場所に一致している。1922年敷地内に宝永小学校が建てられた。1945年7月19日の福井空襲で、 建物は消失している。戦後の1947年には、法栄小学校がよそに移転し、跡地には、福井市営テニスコートや1950年から、福井県立図書館が存在した。福井県立図書館は1981年に、福井市上東に移転し、2003年に現在地の福井市下馬町に移転している。2004年には、阿諏訪山から、 隣接地に新築移転となった福井市立郷土歴史博物館とともに汚染水公園など周辺の整備が完了した。米国の日本庭園専門雑誌、スキアリビングが毎年行っている日本庭園ランキングには2006年以来登場している。2008年から2010年にかけては3年連続で第3位に選ばれるなど高い評価がなされている。現在の建物は 戦災で消失した当時のものを復元したもの。1871年の廃藩地県で、表部省の管轄となる。洋交換は、建築物の全体が池に囲まれていて、一部は、建築物に池の水がかぶさっていたり、建築物の下を池の水が渡っていて、庭園と建築物が具合よく釣り合っていて、馴染みやすくなるようにできている。洋交換は、 園地が大規模であったことから、五潜水屋敷と呼ばれていた。海遊式の潜水で、ティンと橋があり、風主部各全国から奇跡沈奇を集めている。池には、多数の鯉などが揺らり泳いでいる。園地の他に、石組や樹木などに四季折々の趣きがある。陽光館は、海遊式庭園であるため、その趣きを感じながら散策することが可能である。明治時代には、 大隈重信など、皇族のみならず、政界、財界、地名の氏が来訪し、一般市民には、戦後に公開された。2016年には、アメリカの日本庭園専門ジャーナルオブジャパニーズ、ガーデニングが洋光館の庭園の調査を行い、2016年日本、庭園全国ランキングで、日本庭園第5位に選ばれた。洋光館庭園文化遺産オンラインハット AB、 北陸の庭園、橋本角文道、2000年、14から15ページ。スキーやリビングエンバイロメントランキングス2006スキア、生活空間2006年度順位。2016年6月1日閲覧。3年連続でジョジョグランキング第3位に。陽光館庭園、スキーやリビングエンバイロメントランキングス、スキア生活空間順位。2016年6月1日閲覧。 船、沢茂、げ五千水定陽光艦の遠隔について、和解越郷土研究22から5、1977年10月、井上翼章が1781年に表した、古史藩史略では、万事万年の事故をとして掲載されている、小川向き東踊御用日記、松平文庫 A0143 から0052に、福井県立図書館保管、六誘導志向。 松平文庫 LH43 から21,539から21,540福井県立図書館保管越前松平家,家家府吉永子福井県文書館資料総書82011年3月発行福井建築史研究会五千水大の建築的研究福井建築史研究会1987年11から12ページ重森美玲

江戸初期の庭 P82、ありがとうございます。